今日はマネージャーに始まる前に飲んじゃいけないという指示が私に来たわけですけども、我慢しました今日は。というのは私の場合、飲んじゃうと善悪の区別、そしてまた自分というものを忘れてしまいまして、いかなる歌でも乗ってるような気持ちになりまして、客は冷めてるのに一人で裸踊りをしてみたい、まあ強いて言うなら三上缶のようになってしまうと。それを避けるために今日は飲まなかったわけですけど、この曲に関しましてお願いがあります。手拍子は避けていただきたいんです。私の曲はどっちかというとまるっきりリズムというものがないわけです。手拍子をされますとスイングしたりしますと全然違った歌になってきますので、それだけは言っておきたいと思います。この歌はご存知の通り、最初はこんな歌ではございませんでした。最初の方が割合、シビアに、決めておりましたけども、それが時が経つにつれてひどいものになってまいりました。まず最初のフレーズから言ってみたいと思います。昨日ばったり道端で昔の友達と会った。お前この頃どうしているんだ、そう言われたのだが、ギターを抱えて毎日をやっているよなんてとても言えなかったし、俺も会社でやっとボーナスがうん十万になったんだぞと言われた時、僕は未だ日本中をブラブラしてるよなんてとても言えなかったし、このようにどことなくまだ品がございます。寂しさがあります。リズムがあります。旋律が残っております。現在の方はそういうものを完璧に無視しております。では行ってみたいと思います。葛飾にバッタを見たです。昨日ばったり道端で昔の友達と会った。見た泣きだよと言われたのだ。何を見たんだい。テレビでお前んとこよと言われたのだが、僕は一回もテレビに出たことはなかった。なんかの間違いじゃなかろうかなと黙っていると、おお凪良、あの歌が面白いじゃない。あのよ、相撲取りのよ、あの断然の落ちる歌クラッときた。あれは単然ではない。回しだと言ってやりたかったが、僕はぐつと我慢をしておった。そうすると、なぎらよ、一体どうすればああいうバカな歌歌えんの？ズキッときた。とてもバカに力が入っていた。僕は黙っていると、まあ教えろよよよ。どうせああいうバカな歌歌えんの？どうせああいうバカな歌作れんの？どうせバカになれんの？気がめいってきた。あまりバカバカ言われるもんで、僕はついつい、いや、あれは俺が歌ってるんじゃないよと言ってしまった。じゃあ誰だ、お前他ないバカな歌歌うの。バカで即ひらめいた。そう、高田渉が歌ってると言ってしまった。でよ、凪良今どこに住んでんのお前。僕は今葛飾柴又のアパートに住んでると言おうとした。したら奴が最初にこう言った。俺今よ、青山のマンション縛った。スターのこの俺がアパートに住んで、民間人の奴がマンションに住んでいる。
でも僕は必死でアパートに住んでるんだよと言おうとした。案の定と思ってしまった。ばば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 くわよ。今よし、しまもたねよ。ああデパートに住んでる。変わったとこに住んでるな。フォークシンガーってみんなそうか。うん、大体そうじゃないかな。この前食品売り場で泉谷が万引きしたし、その前には屋上で香川亮が鳥の餌食ってた。まあいいけどよ、今度一回遊び来いよ。いい車で行ってやる。車で。しまった、民間人のやつが車に乗っている。芸能人のこの僕、今まで一番いい車で、丸石の自転車。まあうちへ来ればもらいもんだけど、用紙がある。用紙もしかしたらあのテレビで宣伝してるサントリーレッド。しきしょうやつあんないいもん飲んでる。幻の名酒とさえ言われてるサントリーレッド。立ち話もなんだから、そこの喫茶店行こう。喫茶店コーヒー飲もう。コーヒーと誘われたんだが、僕の場合あのコーヒーがダメ。というのも僕はあの前に一度コーヒーを飲みに喫茶店に入ったことがある。その時は飲み方がわからなかった。考えた考えました。30分考えた。答えは出ない。そこで答え一発貸し読みに用出してみた。ますますわかんなくなってしまった。しかし考えるということは恐ろしいことである。徐々に頭の中に答えが形となって浮かび始めてきた。分かってたぞ、分かってたぞ、凪良健一、これでいいんだ、これが正しいんだと僕は自分に言って聞かせると、コーヒーをあっさり砂糖壺へ開けた。かき回した、かき回した、ただひたすらかき回した。ぐちょぐちょかき回した。すると隣に座ってる親父がじーっと見てる。か、癒やしい親父だなと僕は砂糖壺を抱えると、お前にはやんないよと言ってやった。かき回してるうちに粘り気さえ出てきた。とうとうそのコーヒーというもの、最後には糸まで引っ張り始めた。しかしバッと糸を引っ張って全てが明るみに出た。なんだ、糸を引っ張ったか。糸を引っ張ればこっちのもんです。そうか、最初からなんだ糸引っ張ってくれやがったのに。まあどうか一つ。そうか、そうだったのか。コーヒーと納豆は同じだ。お姉さんライス。なんだなぎら、お前コーヒーダメ。しょうがないの、じゃあ飯行こう飯と、今度は高級レストランの前へ連れて行かれた。んだが僕の場合あの高級レストランがダメ。というのも僕はあのフォークとナイフ、あの使い方をよく知らない。もしイフとんかつなんぞ出されたら下へ切り損なって落とす恐れは 99.8% はある。しかもご存知のように僕の場合根がとても几帳面。落っこったとんかつを食べる。それだけだったらまだいいんだが、僕の場合ご存知のように根がとても綺麗好き。
食べ終わった後人の分までお皿をビカビカに舐める。それだけだったらまだ可愛げがある。僕の場合人より先に食べてしまうと人の食い物をじっと見つめ出す。パッと唾をつける。これくれる？と言ってしまうのだ。悪いけど今日は腹がいっぱいなんだと。彼の誘いを断るのだった。彼がそうやって現在の話をするたび僕は顔だけで笑っていたし、それじゃあまたなと一人で喋って言ってしまう彼に僕は寂しいもんを感じたし、だんだん小さくなっていく彼の姿、その後ろ姿に僕は小さな声でこう言ってやった。なるほど、お前の住んでるところには一家一台の車、高級レストラン、洋酒だって当たり前だろ。なるほど、お前の住んでるところには金持ちがたくさん住んでるし、マンションだってたくさんあるよね。でもよ、お前の住んでるところにはバッタの一匹だっていないだろう。昨日江戸川を歩いていたら、空は嘘みたいに綺麗だったし、そして地上にはほらバッタが遊んでいたし、もしあんたらが葛飾へやってきたら江戸川へ来てみるといいよ。マンションも金持ちもいない代わりにバッタの一匹も見られるかもしれないからってさ。昨日江戸川を歩いていたら、空は嘘みたいに綺麗だったし、そして地上にはほらバッタが遊んでいたし。どうもおげで。